アルティメットは100メートル37メートルのフィールド内を7人ずつ敵、味方に分かれて1枚のディスクをパスしながら運び、エンドゾーンを目指す競技フライングディスクの団体競技。相手の陣地のエンドゾーン内でパスをキャッチすると得点となる。また、68メートル23メートルのフィールドで行われる5人制の競技、砂の上で行われるビーチアルティメット、車椅子アルティメットもある。アルティメットとは、英語で、究極という意味であり、フライングディスク競技の中で、走る、投げる、飛ぶといった、様々な能力が要求されることから、名前の通り究極のスポーツであるということから、名付けられた。一方で、日本フライングディスク協会は球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲームという基本理念に基づいた、自己審判性を採用していることから究極という名前が付けられたとしている。バスケットボールとアメリカンフットボールを合わせたような競技でフライングディスクを用いる。1968年にアメリカ合衆国のニュージャージー州メイプルウッド市コロンビア高校の生徒ジョエル・シルバーによって考案されたニュースポーツで世界選手権やクラブチーム選手権も行われている。2001年のワールドゲームズの公式種目となった。2008年発行の日本の中学校学習指導要領解説保健体育編でゴール型運動の例としてアルティメットが取り上げられ、学校教育でも普及してきている。国際競技連盟は世界フライングディスク連盟、アルティメットの試合アルティメット特有のダイビングキャッチダイビングカットアルティメットでは、フライングディスクを地面に落としてはならない。そのため、オフェンスはディスクを落とさないためにダイビングキャッチを試みる。野球のダイビングキャッチとの違いは、フライングディスクには浮力があるため、かなり高い位置でのダイビングキャッチが見られるというところにある。また、ディフェンスは同様に野球のヘッドスライディングのごとく、ダイビングカットを試みる。このダイブはまさに華麗であり、空中での攻防戦が、アルティメットの最大の魅力と言える。ボールではなく、フライングディスクを用いることにより広がるオフェンスボールは、必ず放物線を描き、すぐに落ちる。しかし、フライングディスクはその形状により、また投げ方を工夫することにより、浮かしたり、狙った場所に落としたり、曲げたりすることが可能である。自分と投げたい相手との直線上に、ディフェンスがいても、簡単にかわすことが可能なのである。上記のダイビングキャッチもこのフライングディスクの浮力があることにより華麗に移るのである。唯一の弱点は風に煽られやすいことである。このため、オフェンスのスローが自由にできないことがある。タイムキャップ制、編集試合時間が経過した時点で、決勝点に届いていなければ決勝点の再設定を行うシステム。試合時間経過後、最初の得点が入った時点で決着がつかなかった場合、17点を上限として、勝っているチームの得点に2点を加算した得点を決勝点とし、その決勝点を先取したチームの勝利となる。該当するチーム間の得失点差の多い方を上位とする。共通する相手チームすべてにおける全試合の得失点差の多い方を上位とする。該当するチーム間の総得点の多い方を上位とする。共通する相手チームすべてにおける全試合の得点数の多い方を上位とする。各チーム1人ずつがゴールラインの後方から遠い方のブリックポイントにディスクを投げ、ディスクの位置がブリックポイントから近い方を上位とする。ディスクを投げる順番はディスクトス等で決定する。試合開始5分前に両チームの主将がフリッピングを行い、勝った方のチームがオフェンスかディフェンス、または陣地を選択し、決定する。両チームの選手がゴールラインに整列し、後攻のチーム A が相手側に向かってスローイングすることでゲームスタート。オフェンス側チームがスローオフをキャッチミスしたりして触れた後に地面に落としてしまった場合、2となる。先攻のチーム B がディスクを拾って攻める。ディスクをキャッチした位置か、静止した位置からプレーを開始する。コート外に直接落ちた場合、自陣ゴールライン中央から20メートル相手側に進んだところにあるブリックポイントから始めるブリック、ディスクが出た位置からゴールラインに平行に進み、両サイドラインの真ん中から始めるミドル、または相手チームのサイスローのいずれかを攻撃側が選択し、ディスクを拾う前にコールする。コート内に落ちてから転がって、外に出た場合、出たサイドライン上から始める。エンドゾーン内で出た場合は、ゴールライン上までディスクを運ぶことができる。ディスクを持っているプレイヤーは、どの方向にもパスを投げることができるが、ピボットによってディフェンスをかわし、パスをする。軸足が動いたり、軸足を変更したり、歩いてしまうとトラベリング。ディフェンスにマークされてから10カウントされるまでにディスクを離さなければならない。攻守の交代は、地面にディスクがついた場合、ディスクがフィールドから出た場合、ストーリングアウトの場合、相手チームの選手にキャッチされた場合などに起こる。相手エンドゾーン内にいる味方にパスを出せば得点となり1点入る。チーム A が得点をしたらエンドを変更し、ゲーム開始時と同様に各陣ゴールラインに整列、チーム A のスローイン、チーム B のキャッチで B のオフェンスになる。このように繰り返して、時間、または決められた得点により、ゲームが決する。トゥートは、攻守交代のことで、必ずしもプレーを止める必要はない。エンドゾーン内で、トゥーが起こった場合は、その位置から最も近いゴールライン上までディスクを運び、再開する。アルティメットでは、身体接触をファウルと呼び、その他の反則は、バイオレーションと呼ぶ。セルフジャッジのため、各プレイヤーがルールをしっかりと覚えていなければならない。反則のコールに対して異議を唱えることをコンテストと言い、お互いのプレイヤーが納得できなければ、プレーを反則のコールが起こる一つ前の段階に戻す、ワンバックというルールも存在する、非常に紳士的な競技であるため、スピリット・オブ・ザ・ゲームにのっとって行われなければならない。ファウル身体接触全般。チェック後、ディフェンス側のファウルの場合カウントは0から、オフェンスファウルの場合は、ファウル時のカウントから再開される。スロー時にディフェンスファウルをコールしても味方にパスが繋がった場合、プレーオンとコールすることにより、プレーを止めずに続けることができる。ストリッププレイヤーが所持しているディスクをはたいたり、あるいは、プレイヤー自身に対するファウルをすることにより、ディスクを落としたり奪ったりする反則。カウントはファウルと同じ。キャッチングファウルオフェンスのキャッチ時にディフェンスが起こすファウル。ファウルが起こらなければ確実にキャッチできたと予想される場合はキャッチが認められる。また、エンドゾーン内でキャッチングファウルが起きた場合、ファウルがあった地点から最も近いゴールライン上から再開される。キャッチできたと予想される場合は得点が認められる。フォースアウトファウルディフェンス側がファウルにより、オフェンスをコート外、あるいはエンドゾーン外に押し出す、反則のこと。この場合キャッチは、コート内でなされたものと認められ、エンドゾーンの場合は、得点が認められる。ピック走路妨害の反則。故意かどうかに関わらず、相手の進路を横切ること。チェック後、コール時のカウントから再開。トラベルディスクを持った後に歩いたり、持っているプレイヤーの軸足が浮いたり、ずれたりすること。また、両膝をついてスローするとトラベリング。カウントは、ピックと同じ。ファストカウント、ストーリングカウントが早いと感じるときに、コールする。プレーを止めずにカウントに戻す。同じターンにもう一度同じ反則があった場合、チェック後カウント0からの再開となる。ダブルチームディスクを持っているプレイヤーの3メートル以内に2人以上、相手チームのプレイヤーがいる状態。カウントは、ファストカウントと同じ。スタックポジショニングをすること、または、そのポジショニングをスタックという。縦に並んで左右のスペースを用いる、バーティカルスタックと、横に2列並んで、前後のスペースを用いるホライゾンタルスタックがある。マンツーマンディフェンス。マンツーマンディフェンスは1人のオフェンスに対し、1人のディフェンスがつく、ディフェンス方法。ゾーンディフェンス。ゾーンディフェンスは、それぞれのディフェンスが定められたゾーンを守るディフェンス方法。1から3から3、2から3から2が主流であり、それを変形させた3から3から1、3から2から2、4から2から1など様々なゾーンディフェンスが存在する。クラムマンツーマンとゾーンの中間といえるディフェンス方法。定められたスペースに入ってきたオフェンスに対し、マンツーマンでつく。二人を二人で見る二人クラムというように一部のメンバーだけで行うことも可能。トランジション1ターン内にディフェンススタイルを変更することにより、相手の混乱を誘う作戦。ゾーンからマンツーマン、マンツーマンからゾーン、クラムからマンツーマンなどはしばしば用いられる。フォースミドルは相手のオフェンスを真ん中に寄せるようにするディフェンス方法。リスクは伴わないが、トゥーさせることもまた難しい。フォースサイド、フォースバックサイドスロー、あるいはバックスローのみを投げさせるようにするディフェンス方法。守りやすいが、リスクを伴う。ビーチアルティメットとは、その名の通り、ビーチで行うアルティメットのことであるが、ルールが若干異なる。4年に一度開催される国際的なトップアスリートによる総合競技大会、ワールドゲームズで競技フライングディスクの種目となっている。男女混合部門形式にて実施される。また、その前年に世界選手権が行われており、ワールドゲームズの予選も兼ねている。2012年の世界選手権は7月7日から14日まで、堺市で行われた。また、2020年7月11日から18日まで、オランダ・レーワルデルで実施が計画されていた。主催国際ワールドゲームズ協会主催日本、フライングディスク協会主催関西テレビ放送日本、フライングディスク協会会長、上智大学教授。2012年、ミス、日本グランプリ受賞者。同氏も2010年に全日本、学生アルティメット大会に出場し、準優勝を果たした実績を持ち、2012年、世界アルティメット&ガッツ選手権大会、PR 大使に就任。ありがとうございます。